どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。いや、もう今日ね、この話題を取り上げるしかないでしょう。大阪すぎる福岡国際走りまーす。いや、本当にびっくりしましたね。僕ね、まあ、ぶっちゃけ言うと、やはり、期間をね、空けると思ったんで、まあ、早くて東京マラソンかなと。いうふうに踏んでいたんですけれども、まさかの福岡国際マラソンに照準を合わせてくると。いや、本当にこれはびっくりだなというか、またね、これは福岡行かなきゃいけないなっていうような感じでね、もうホテルをね、今日予約しました。いや、本当ね、現地でね、大迫傑のね、生の走りを、そしてね、MGC 出場権を獲得するね、走りをね、目に焼き付けていきたいなと思っております。いや、けど本当今年はちょっと忙しいですよね。まあ、まずね、まあ、丸亀走って、で、そこからすぐさまね、ボストン走るっていうので、ボストンを走って、で、あのメンバーの中で、しかもやっぱ過酷な条件でしたよね。ボストンもなんだかんだ言って、レース中は何でもね、25度ぐらいまで気温も上がり、なおかつペースメーカーもいない中での駆け引きありきのレースの中で、しかも2時間4分台のね、タイムを持ってる選手がバタバタと途中でね、棄権をしちゃうような、レースでしっかりと3位ですから、これね、ほんと30年ぶりの表彰台だっていうような感じでね、ほんとガーッと大迫選手のね、凄さがね、まあほんと知れ渡ったわけなんですけれども、まあ本当、レース内容ですよね。大迫選手ね。特に、やっぱりラストの30キロから40キロの10キロ、上げてってますんで、特にこのボストンマラソンっていうのは、30キロからあのね、ハートブレイクヒル、ね、心臓破りの坂があって、大体ね、やはり後半落ちてくるんですよね。落ちてくるんですけれども、しっかりと上げてゴールしてますから、まあ、総合的なタイムから見たら2時間10分台なんで、サブ10をしてないんでね。タイムだけ見ればね、ちょっと物足りないなっていうところはあると思うんですけども、レース内容は見事なものだったと、ここをね、皆さんにもう一度ね、強調してお伝えしたいなと。まあ、その辺のね、興奮をね、僕撮ってるんで、まあ、もう一回ね、こちら見てほしいとは思うんですけれども、本当ラストのね、35キロから40キロの5キロのプリットタイム、今年の東京マラソンで優勝したキプサング選手のラップタイムとほとんど変わらなかった。ちょっと遅いぐらいだったという。それだけね、ラスト上げてゴールしてるんで、まあ、今回、福岡国際、高低差ね、10メートル以内のね、ぶっちゃけ言えば高速レースです。これはもう日本人1位どころか、総合1位もね、十分狙える位置にあるんじゃないかなと。けど、おそらくはですよ、やはりね、MGC、マラソングランドチャンピオンレース、これの出場権が2時間11分以内なんですよね。2時間11分以内で走れば、まあ、出場権は、まあ、ほぼ確で取れるんで、おそらくね、こういったターゲットタイムを決めて、ボストンマラソンのように、まあ、周りのね、ペースに惑わされることなく、自分のペースでラップを刻んでいくんじゃないかなと。まあ、おそらくね、1キロのラップが、まあ、3分、2、3秒とか、まあ、そういったところでのね、レースになってくると思うんでね、これはね、いや、本当楽しみですよ。まあ、大体あるじゃないですか。周りのね、ペースに惑わされてとか、20キロからのハイペースについていけませんでしたとかね、そういったね、あるじゃないですか。でも、大迫選手はね、本当自分をこう、俯瞰してみるレースができるんで、まあ、ボストンでもそうだったんで、キロ3分で走ったら2時間6分台出ちゃうんだよっていうね、あれをやっちゃう選手かもしれないんで、本当これは楽しみだなと。まあ、特にこの福岡国際は、また、川内優輝選手、神野大地選手、知ったら、啓太選手、そして服部勇馬選手が、まあ、出場するかもしれないと。まあ、神野大地選手はね、もう福岡国際に出ますと言ってますんで、これはまたね、こちらの対決もね、また楽しみなんじゃないかなと。まあ、例年以上にね、この福岡国際マラソンが盛り上がるんじゃないかなと。そういったね、期待がね、高まりますよね。まあ、マラソンのね、国内最高タイムが、この福岡国際に出てるんですよね。今、駒大で工事している藤田敦史さんが2時間6分51秒でこれ走ってるんで、ぜひともですね、記録とね、記憶にね、残るレースを期待したいなと思っております。12月3日、福岡の夜が暑いぜ。ゾワチャンネルでした。まあ、やっぱりですね、佐久長聖の1個上の先輩ね、村沢選手がね、北海道で MGC 決めちゃったのもね、関係なくはないと思いますね。
まあ、このあたりもね、大迫選手を福岡国際にね、エントリーさせた要因の一つじゃないかと思いますんでね、しっかりと頑張ってもらいたいなと思ってます。